明日週明け月曜日の関東地方雨での始まりとこういった形になりそうです。予想の雨の範囲まず見ていただきますと、午前0時以降だんだんと雨雲東の方に拡大をしてきまして、もう早朝の段階で関東エリア広く雨が降り出しているというふうに見られます。特に日中帯は西から進んできます。活発な雲も影響しまして、関東南部の沿岸部中心に雷を伴って強く降るところもありそうです。でこの雨雲午後になるとだんだんと東の海上に抜けていきまして、雨の止むところが多くなるんですけれども、午前中をピークに雨の降り方お気をつけください。天気のアイコン見ていただきます。明日は広く大きな雨アイコンを採用しました。午前を中心に日中帯は広い範囲で本降りの雨、南部沿岸部中心に強い雨にご注意ください。もう一つのポイント、明日の気温です。最高気温を見ていただきますと東京で13度など、また3月並みの低い気温となりそうです。前日との気温差かなり大きくなって肌寒いという体感が広く出てきますので、明日は服装など十分お気をつけいただきたいというふうに思います。明日月曜日の関東の雨についてお伝えしました。